女子校で担任の先生を務める主人公星先生にはあるささやかな楽しみがある。それは毎日学級日誌の中で生徒が回し書きしているもの、絵のしりとり。生徒たちが描くしりとりの絵を見るのが楽しみなのだ。しかし今回の絵は、なんだろうこれ。昨日は確かスマホだった。ほで始まるもの、人、わからない。次に描かれているものを見るとイカだった。ほで始まってイで終わる、この絵はなんだ。気になって気になって仕方がない。ほ、い、あ、情けない。国語の教師をやっていながら言葉が全然出てこない。しかしある言葉がひらめく。それは、法廷。いや違う、法廷と呼ぶにはあまりにも正規がなさすぎる。答えが出ないまま時間は夜8時を回る。そして星先生はついに、わかった。法で始まりイで終わるこの絵の答えを隣の先生に言ってみる。この絵は哺乳類ですよ、間違いないです。星先生がほで始まりいで終わる言葉で出した答え、哺乳類。すると隣の先生は、じゃないと思いますけど。なんですって。そして、隣の先生は星先生を指す。僕？そう、このしりとりの絵は星先生。この絵は自分だったのだ。その翌日教室では、なんだ星先生か。わかんなかったの？今日も学級日誌を受け取る星先生。星先生のささやかな楽しみは続くのであった。あの子は漫画を読まない YouTube が開設。今回紹介した漫画や50作品以上の名作漫画が順次登場予定。チャンネル登録と評価をお願いします。約束ね。